Hey guys、 マスオチ君高井です。今日は下腹をシェイプする腹筋トレーニングをやっていきます。足にバンドをつけることによって負荷をかけていきます。そしてプランクを取りながら足を動かしていきます。足を動かすことによって下腹の筋肉が鍛えられて下腹がシェイプされていきます。バランスボールの上に肘をついて手を握ります。この状態から肘の方に膝を引きつけていく。バランスを崩さないように引きつけていきます。バランスも取らないといけないし足も動かすので下腹への負荷がかなりかかります。今日使ったテクノジムのバランスボールはこちらのリンクから商品紹介見てください。エクササイズバンドに関してはこちらのリンクです。バンドがあった方がいいですが、なしでも十分効果的なトレーニングになります。ぜひやってみてください。以上です。